澤さん、今日はエキシビジョンのマッチですが、なんとも贅沢な対戦カードになりました。この試合どうご覧になりますか？レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね、はい。まあ、その中でレベルが高いということはちょっとした差で勝負がつくので、そこは見逃さないようにしたいですね。なるほど。さあ前半見ていきましょう。デンマーク対セルビア、エキシビションマッチが始まりました。サイドをご紹介しましょう。右のエンドを守るのはセルビア、そして左にエンドを取りますデンマーク。組み立て直します。グデリ、ここはドリブルで上がる。さあ繋がるか。さあ抜けた。さあ来た、シュート。セルビア完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。セルビアは相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。これはどうだ。クリアです。ミリンコビッチ・サビッチ、素晴らしいパス、シュート。いやー、インポストの左です。デンマークは先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか？タッチラインまで相手ディフェンス、シュート、ルーズボールになる。タディッチ、今日はまだ前半両チーム打った。おお、決まった。先制、セルビア。素晴らしいプレーでしたよね。デンマーク相手に先制。力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。いや、振り抜きましたね。これ本人も気持ちよかったでしょうね。さあセルビア1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。ここで中へ切り込む。開きましたよ前。シュート、大きく縦へ。さあ一気にカウンター、裏を狙っていきます。抜けた、シュート。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。セルビアいい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。これは笛はありません。フリーだ、シュート。しかしこれよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。デンマークが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。セルビアとしてはやはり高さを使った攻撃をしてくるでしょうね。
ったシュート。いやよくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。バーへのボール、カスパー・シュマイケル、ここは抑えました。左上がっていく、一人で持っていく、長いボールを送ります。いけるか、ミリンコビッチ・サビッチ、ドルーズボール、さあ持っていく、フリーで受ける、裏シュート、セルビア追加点、追加点決めます。これで2点差。タディッチ、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたのでこういうゴールが生まれましたよね。さあセルビア得点を重ね2対0という展開。セルビアとしては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、シュート、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。奪って引きつけておいて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたね。さあラストプレーになるのか。前半ヘディングでした。ここで前半が終了しました。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了したの雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから分からないですよ。デンマーク対セルビア、セルビアが2点を先取して折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ロングボールを縦に送る、プレスからボールがこぼれる、スルーパスを狙う、アンデルセン、ケア、ホイビオ、いいプレッシャー、ミレンコビッチ、これはクリア、セルビア奪い返します。サイドを縦に走らせます。ここ拾って次につなげたデンマーク、長いボール縦へ、エリクセン、ルーパスを出す、デンマークアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。ケア、激しいボールの奪い合いです。レフリー笛は吹きません。グリティからミトロビッチ、これは旗が上がっています。さあ、ともに選手交代があるようです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。セルビアとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。ここはすぐ奪い返します。セルビア、ミレンコビッチ、裏のスペースを狙う、ここはキーパー処理しました。ユスプ・パウルセン、
裏へのスルーパス、さあ抜けた、これをカットします。いや少しいい形になりかけたんですけどね。ミリンコビッチ・サビッチ、この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。まあ今日彼はアシストがありましたし、チームの中心となってパスを供給してますからね、マークの対象になるのも当然ですよね。スルーパス上げてくる、決まった、追加点、セルビア3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。頭で見事に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあセルビア、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ブラホビッチ、ミトロビッチ、スペースを狙う、カスパーシュマイク、危ないところでしたが何とか切り抜けます。ケアから大きく縦、幅を考えたいい展開ですよね。このパスがつながります。このボールはカットされます。ホイビーはミレンコビッチ、さあカウンターを仕掛けます。このボールはつながりません。さあ笛が鳴りました。3対0セルビア完勝です。見事に勝ちました。